こんにちは、おときゅうです。リフ6時58分発、原の町行き 4422M から 228M に全区間乗車してきました。東京へ向かっています。228M は最大10分遅れていましたが、原の町は4分遅れの8時43分に到着します。次の上りは9時15分発いわき行きで乗り換えに時間がありますが、この列車に使われる車両は原の町9時8分着 669M の折り返しです。この列車は強風の影響で約20分遅れて運転していると言います。そのため発車は9時30分頃になると言いますから買い物に行きます。待合室にニューデイズがありますが徒歩3分のセブンイレブンへ行きます。ちょっとのんびりしすぎました。もう列車入っています。669M は9時28分に到着しました。いわき行き 670M は E531系5両編成です。乗務員が慌てて前後入れ替わり、発車の準備をしていました。原の町は16分の遅れ、9時31分に発車しました。仙台から走ってくる 230M は原の町9時30分着で乗り換えできるかも、と思っていましたが、私が乗ってきた 228M 以降の列車はめちゃくちゃダイヤが乱れているそうです。リフから 4422M、228M で原の町へ来たのは正解だったようです。私が 228M で原の町に到着した時、E531系5両が即席に入線してました。原の町8時29分着 667M の車両が改装されたものと思われますが、この編成を 670M に使用して 669M の編成を即線に入れれば遅れずに済むのになぁと思います。まあ乗務員のやりくりもありますから一概には言えませんが、効率が悪いなぁと思います。さて 670M は折り返しとなる 669M が遅れて着いたため16分遅れましたが、その理由は強風のためでした。そうなんです。常磐線はこの季節、強風でしょっちゅう運休や遅延があります。今日はリフ発原の町行きの全区間乗車をしたので仕方ないですが、この季節は東北本線で移動する方が無難です。ご乗車ありがとうございます。常磐線上り普通列車のいわき行きです。この時、いわき大田、小田原、桃内、浪江の順に終点広島で各駅に停車いたします。本日、この電車は常磐線内強風の影響で、原の町駅を約16分遅れで発車いたしました。お客様にはお急ぎのところ電車を取りますことをお詫び申し上げます。まだこの先の区間強風の区間がございます。遅れが増大することが見込まれます。あらかじめご了承ください。また風の強さによりましてはこの先運転を見合わせる場合がございますので、あらかじめご了承ください。新しい情報が入ってお客様にはお伝えいたします。風は強いものの、特に徐行もなく順調に走り、2020年3月14日に最後の復旧を果たした浪江富岡間も何事もなく走り抜けました。様子がおかしくなったのは竜田駅からで、2分さらに遅れが増し、18分遅れて10時17分着いたのですが、下り列車と交換で動きません。そして遅れている 671M と交換して、竜田駅は29分遅れ、10時28分に出ました。やっと竜田駅を出たのですが、強風のため徐行が始まります。
まもなく軌道、軌道、お出口は左側です。The next station is 軌道。The doors on the left side will open.お知らせいたします。現在風がとても強くなっておりますので、この電車は運転を見合わせます。運転再開までしばらくお待ちください。現在風が強く吹いておりますので、この電車は緊急に運転を見合わせます。運転再開までしばらくお待ちください。城野を出てから時々徐行はあるものの、それなりに走ってきましたが、いわき駅手前で非常ブレーキがかかり停止してしまいました。架線にビニールが引っかかっているらしく、安全確認をしています。数分停車して発車しました。もうお願いですから、何もなくいわき駅に着いてください。でございます。当電車からのお乗り換えのお客様をお待ちしてからの発車となります。常磐線各駅停車緑でご利用のお客様は2番線へお待ちください。本日は強風の影響によりまして電車遅れまして大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございません。おまく終点のいわきに到着いたします。3番線到着、お出口は右側です。所定だといわき10時34分に到着します。乗り換えは10時45分発 550M になります。ですが時刻は12時を過ぎています。車内放送でいわき11時49分発 554M が我が列車の接続を取ると言っています。なるほど、昼間は水戸方面の列車1時間に1本しかありません。これは 554M が待っていてくれないといわき駅でまた時間をロスしますね。私はこの後東京の自宅に一度戻った後高崎へ向かいます。明日、高崎から新春初詣山鳥に乗るため高崎に泊まるだけなので、この後特に乗りたい目的列車があるわけではありません。からといって列車が遅れていいわけではありません。列車が遅れなければそれだけ高崎に早く着くことができます。車掌さんによりますと、勝田から先は帝国で列車が運転されているようですので、このままですと単純に1時間30分ほど遅れながら進むようになります。自然災害ですから仕方ないですが、1時間半もったいないですね。何はともあれ 554M で水戸へ移動します。あ、554M は赤電リバイバルラッピングです。この編成ラッピングで乗りたいのではなく、付属編成のトップナンバーなので乗りたいんです。 670M が遅れたので乗れました。結局 670M は12時12分いわき到着、実に98分遅れでした。赤電リバイバルラッピング編成は勝田車両センター60周年を記念して E531系付属編成トップナンバーに401系赤電塗装を模してラッピングしたものです。トップナンバーに今日乗れるとは思いもしませんでした。 670M が遅れたお詫びのようです。この赤電ラッピングは2023年3月まで続けられ、昨年までは限定運用でしたが、この1月から品川原の町間水戸線で運用されています。私、ラッピングも大事ですが、トップナンバーが大好きなんです。
670M が遅れていなければ今頃は水戸に到着している時間ですからね。ため息も出ます。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は常磐線水戸行きです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしければぜひよろしくお願いします。